はい、それでは始めさせていただきます。あの衆参の選挙期間でもある中、ありがとうございます。えー、またまあ、少し秋らしいというか、急に涼しくなった感じもします。けれども、えー、まず、新型コロナに関しましては、えー、おかげさまでというか、湖西市内に関しては、あの合計では5。36例から9月の25日ですね。約もうすぐ1ヶ月間新規の陽性者ゼロ。 といいうのが続いておりますワクチンもおかげさまであの着実に進んでまして、まあ、ざっくりというとおワクチンの1回目接種の方が全人口に対して約 72%2 回目が約62%ということでどうしても VRS への入力がですねあの病院から来るのが月に1回だとかそういうものもあったりあの職域接種の方からデータが来ないとかなかなか来ないというものもあってあの潜在的にはもっと 接種率は高いというふうに思っておりますけれども、まあ、着実にですねこれはもうだいたいどこの市町村もあの並んでくるのかなという感じがしておりますなんとかこれで収束をしてですね日常を、まあ、社会経済活動を取り戻していけたらというふうに思っておりますそれでは今回ですねあのコロナ以外の観点で三つほど発表させていただきますまず一枚をめくりいただいて土地の利活用の一体的推進これあの 資料が表裏になっているかと思いますけれどもこちらにあの大きなボードも用意させていただきましたのでまたお手元の資料とです、ね、両方参照いただければと思いますけれども土地利活用の一体的推進ということでこれは先週15日ですね今までは浜松三日日豊橋道路という箇所だった新たな高速道路が浜松湖西豊橋道路ということで正式に名称変更が決定をいただきました。 でこれを機に、もちろんこれからルート,案がルートの案が決まってですね早期の実現というか事業化というものを引き継いで国とか県と一緒になってやっていくわけですけれどもやはりあの決まってからというわけではなくてこれを契機に、子妻市としては土地の利活用をですね中長期で進めなければなりませんのであの下に書いてある1番、2番のようなことをですね進めてそれによって、え、ー 資格が込みのあるこの物流とか工業、商業、観光、防災こういったことをですね一体的に進めて植樹、近接につなげていきたいというふうに考えております。それについてですねまず1番土地の,の利活用統括官ということでこれはですねあのやっぱり市役所の中いろんな部署がありますけれども、ま。あ ここでいう土木関係の都市整備部だけではなくてですね産業部です企業誘致等々産業振興のために産業部また環境だとかでさまざまな部署と連携をしていかなければなりませんので今あの県から 来てていいいただいている今、都市整備部理事で都市計画課長兼任の大角康さんが11月1日付でですね土地利活用の統括官という形で部局を横断して都市整備部だけではなくてですね先ほどの産業部とか全部局をですね関係するところを調整や取りまとめていただくということであの当てさせていただきます。まあ、これによってですねあの 横串も含めたですね土地の利活用を一体的に進めていく体制を整備していくということですそれのあの2番目がですねそれに伴う土地利活用推進本部を設置をいたしますで第1回は来月ぐらいにできたらと思ってますけれどもあの土地利活用推進本部によってこれも全体調整、えー、庁内の全体調整ということでですね市としても一体的に推進をしていくその中身がこの主な検討事項このまあの ポンチェににももありまますすすけれどつつですねあの行っててていいいいいききたた進めと考え一目が浜松西豊橋道路これからですねあの道路はもちろんですけれどもインターチェンジを作ってもらってその周辺の工業団地商業施設宅地開発といったものを進めていく計画グランドデザイン例えばあの島田ですか門出大井川のところもそうですけれどもそういったインターチェンジ周辺のですね 開発の計画を作っていくということ。もちろん、これはあのインターチェンジ周辺の土地の中ではですね。アクセス道路も含めてですので、今ある道路または都市計画決定されている道路の再整備も含めてですね。デザインを描いていきたいと考えております。そして、2番目は、これはあの浜松湖西豊橋道路だけではなくって、あの全市内全体の土地ですね。今実は他にもあの市内の企業からあ土地を欲しい。 まあ事業を拡張したいんで土地を欲しいだとか市外の企業からも湖西市内に進出したいので土地がありませんかということをお問い合わせをいただくんですけれどもご案内のとおり今50ヘクタールの浜名湖西岸の土地区画整理事業ですねトヨタ自動車にお買い上げをいただいた。 工業団地の整備をしていますのでなかなかそこまでは手が回っていない状況ですけれどもこれもしっかり計画を立てて次の企業誘致ですとかさまざまな施設の促進をしていかなければなりませんのでここでですね、あのー、まずは、えー、浜名湖西岸地区以外のところの例えば今県の企業局と 新たな工業団地整備の調整を行ってますけれどもそういった土地の確定だとか整備といったものをここでやっていきたいというふうに思っております。あのこれはやっぱりマスタープランも含めてですけれども宅地造成商業施設工業団地といったものをどこにどれだけというものが必要になってきますので土地の活用の仕方をこの推進本部を中心にやっていきたいと思っていますし2の下のポツンにあるとおりですねあのそういった要望事項が来るときにどうしても土地の活用に関しては 都市計画課だとかあの個々の企業との調整に関しては産業部といったようにです、ね、部署が分かれていることもありますのでここに一元化をして町内窓口を一元化したりあの例えば外部の事業者さんだとか不動産関係の事業者さんも含めてですけれども情報共有を一元化して迅速に土地の利活用につなげていくということもこの推進本部事務局でやっていきたいと考えております。3番についてはは、えー、これは 先般も発表させていただきましたとおり住宅用地、特に宅地ですね、これを、えー、9月の補正予算で認めていただいて今月10月から開始をしておりますけれども新たな奨励金、このポンチュの下にあるとおり、えー、土地の提供者、地主さんには最大200万、また土地の開発事業者さん、まあ、いわゆるデベロッパーさんですね、には最大で、えー、1000万ということでこういった奨励金も今回、今月から始めさせていただきました。ので、このまあ 啓発とか活用について周知運用をしていただくということをこのこ,こで,ですね促進したいというふうに考えております。まあ、これは作って終わりでもないですし例えば今制度が一戸建てのみいいですけれどもこれからマンションに対しても適用できるようにといった運用の改善も図っていきたいと思ってますけれどもそういった宅地工業用地商業施設さまざまなものがです、ね、あの場所ごとにしっかりデザインをして計画的にできるようなものをこの 土地利活用の推進本部で行っていくとそして土地利活用を一体的に推進していき植樹建設を図っていきたいというふうに考えております。でこれがい 点目2点目がですね1枚お見送りいただいて市政施工の50周年の記念事業この計画を決定をさせていただきましたあの、まあ、ここに目の前に置いてある通りこのロゴマークは50周年前から決めさせていただいておりますけれども中身ですねさまざまな市民の方々からのアイデアもしくは KSL ・古才最高ラボのような若い世代の方々あのいろんなア,アイデアをいただいて中でも検討をしてきました。で <laughs> これははですねやはり 来年事業をやってイベントをやって終わりではなくってそこからをスタートにして新たな10年とか50年への食住近接子妻子が持続可能になるためのですね事業につながっていけばいいなというふうに考えていますで事業の期間に関しましてはここにあるとおり令和4年の1月の1日が市政施行を 50周年を迎えますえ昭和47年の1月1日に湖西町から湖西市になりましたので1月1日から1年間をこの50周年の事業期間とさせていただきます。で記念事業の概要につきましてはここに代表的なもの書いてありますけれども次のページ以降にこの実施計画というのがあろうかと思います。こののの中にでですすねあの、まあ、経緯も含めててて、えー、書かせいいただいてますので4ページ目が 月別の1月から12月までのもしくは通年の主な事業で5ページ目以降がその概要も含めてですねあの予定のものを書かせていただいておりますのでであの元に戻っていただいて資料2の方にはその中で代表的なものをピックアップさせていただきましたあの市の代表的な名物あの B1 グランプリと言いますかあこれから古才のご当地グルメを作っていこうと今これ KSL 古才最高ラボの方でも話し合いを始めていただいてますけれども例えばあとは あ高校生だとかそういった若い方々も巻き込んだ形で工房したりとかあの新しい個菜の個菜といえばこれというものが名物ができたらいいなというふうに考えておりますしまああのこの前も出た通り豚肉だとかそういったものを畜産のブランド化これはまあ豚肉だけじゃなくてですねあのー 花の例えば小手まりですとかセロリ野菜のセロリだとかそういったものも視野に入ってこようかと思いますけれどもそういった様々なブランド化ができたらいいなと思っていますその一つ下のポツは新キャラクターですねまあ、ここにもこの50周年のロゴマークにもある通りこうちゃんが、えー、約30年前ですか市政20周年できてから30年を迎えますけれどもこうちゃんをどのように活用していくかということとそれに限らずですね例えば新しいキャラクターを生み出して えー、一緒になってて活用をしていくまたあのそのままこういった形で例えば着ぐるみとかっていう形ではなくて最近だともう DX もあるのでデジタルでですねあの市のホームページの中だとかあのなんて言うんでしょうおーバーチャル空間の中でチャ,チャットボットで対応するときにこの新キャラクターに対応してもらうだとかそういったことも視野に入れてですね新キャラクターをこれから作成していけたらというふうに思っています。またあの ここにはなかなか書ききれていませんし主催者が死だけではないものですからこれ以外にもですね、また公表時期があの新たに来年この50周年が始まってからになるかもしれませんけれどもまたそれ自体をですね、随時発表していけたらというふうに思っております。ああととととはそのの事業としてと言いいますすか、5ページにある通り記念式典というものをですね、先般、 えー、裾野市でも市での50周年記念式典がありましたけれども来年の5月14日の土曜日に、えー、式典を開催をして、まあ、ここに記念パンフレットとか「婚弱写真展」と下に書いてありますけれども次のページの6ページにあるとおり「古才の日」の宣言これは531をですね語呂合わせで古才ということでこ毎年これから5月31日を古才の日とする宣言をこの日にさせていただいて、まあ、ちょうど5月31日にできればよかったんですけれども今後はですね5月31日にこれから。 あそういった事業を行えるような形でまずは宣言をしたいと来年の5月14日に行いたいというふうに考えています。あとはあのその下にあるとおり特別事業で毎年やっているおいでん祭をですねこの50周年で少し盛大に祝うイベントにしたりですとか2つ下の青少年の科学体験を50周年事業という形で体験イベントを増やしたりだとかさらにこういった形でですねあの 次に続く形で発明クララブなどととコラボしててて行っっいいけたらと思っています。またこの50周年の記念事業の実施計画の8ページ目にはですね市民の方からいただいたアイデアの採用マインクラフトのコンテストですとか親子のコンサート多文化共生あと大千葉桜の記念植樹みたいなものも予定してますのでこういったものでですねまずお祝いをするとと,ともに次に ながるようう事業を多く行っってていいけたらというふうに思っておりますこういった市民参加の形ではですねあの元に戻っていただいて資料2のカッコ2にあるとおり上り旗とか啓発品の方はですねしてしても貸し出して一緒に盛り上げていけたらと思っておりますし冠事業もこれからまだ募集をしてますのでなるべくその市民の参加型で音楽とか作文とか先ほどの名物グルメはもちろんですけれどもそういったことを作り上げていけたらというふうに思っております。 最後に3番目、ですね資料3いくつかをめくりいただいて、湖西市の DX 推進計画というものを策定させていただきましたあのデジタルスマートシティ宣言をさせていただいたからさまざまですね、あのここにあるとおり方針を3つ作って進めさせていただいてきました、この個別計画にあるとおり方針1は市民向けのサービスの推進。 2番目が行政運営の推進また3番目としては DX を実現するための環境整備ということで今高齢者向けのスマホ教室なんかも始めさせてですね大勢の方にお申し込みをいただいておりますこれからですねここに書いた通り公共施設の予約のオンライン化これはちょっとこの資料さんの裏面にも来年1月からということで書かせていただいてますのでご参照いただければと思いますの思いますけれどもこういった市内の公共施設のオンライン予約ができるようになったりですとかあの表面に戻っていただく と図書館での電子書籍の貸し出しを開始する、またその下にある通り道路にですねまあ、陥没だとか穴が開いたりですとかそういった道路の異常等をですねオンラインでも受付ができるという形で、えー、市民サービスの向上につなげていきたいというふうに思っております。ままた2と3に関しましし先ほどのあのあスマホ教室もそうですし、まあえ AI だとか r p a を使ってですね事務を効率化していくそういったことでですねあのこの方針3つともですね市民が便利になる行政が効率化させるそして高齢者と DX をですねもっともっと大勢の方々に知ってもらって使っていただけるというような推進計画にしたいと思っております。dx の推進計画はあ一つ全部ででページあるですねこのあの 知計画の中にも入っておりますのでご参照いただければと思いますけれどもあのここに書ききれなかったものでもですね例えばその子育て支援関係でえっと11ページになりますけれども子育てに役立つ情報をプッシュ通知例えば検診の時期ですとかそういったものをですねこれからあの予防接種の時期だとかそういったものをこう通知させていただくようなですねサービスを取り入れていけたらというふうに思っています。 またこういったものはです、ね、あの今 DX の推進アドバイザー川口さんにも入っていただいてますけれどもやっぱりどのようにあの変わるのかだとか、まあ、大きくです、ね、こういったものを小さく始めても大きく横展開するという,というようなアドバイスもいただいてますのでそういったところからです、ね、この DX を進めて、えー、市民生活が便利になるということを実感しいい効果を打ち出していけたらというふうに思っております。 発表事項は以上で最後にですね、えー、と情報提供ということで資料4は、えー、これも毎年行っております豊田崎町の検証祭、今年もですね第58回ということで今月10月の30日土曜日に開催をさせていただきます。新型コロナの影響ももあってですね昨年も、えー、かなり 規模を縮小してて実施をさせていたただきましたえ今年も例年よりは規模縮小なんですけれども昨年との違いはあ昨年は確か午後だったと思いますけれども今回は午前10時から毎年の例年の日程に戻りましたで昨年との違いは一番最後のですね表彰式昨年できなかった子どもたちの少年少女発明クラブへのお表彰式というものを行いたいというふうに思っております。またこれとは別途毎年行っているあの 豊田崎市記念館山口のですねあそこでのあのまあ山口自治会さん主催の検証というものをですね少しこれも限定というかですね本当に県下だけという形でしたけれども昨年もそういった規模を縮小した形で行う予定というふうに聞いてますで2番にある通りちょっとこれ昨年もですねすいませんけれども報道の方々への対応はご遠慮をいただいておりました今ここはですね、えー というだけとか関係者の方々とも調整をしておりますので、またここは決まり次第ですね、お話をあのお知らせをさせていただければと思っております。検証祭そのものはですね、あのこういった日程で開催の予定です。え僕の方からは以上です。いすはい。土地の利活用の推進についてなんですけど、はいはい、えっと今回はあの土地利活用統括官っていうあの働きで大住さんに、はい。 があの担当するってことなでれはあのその後も大隅さんの後の都市計画課長があの担当するということになります。そこは現時点ではまだ今後のことは未定ですけれどもまずは今回ですねあの、まあ、やっぱり土地の情報とあの産業部との連携また、まあ、大隅さんの前には県からも来ていただいているとこれまでの浜松土木を含めた経験も生かしてということでまああの で理事で部長級でもありますので都市整備部の理事だけではなくって、まあ、市全体の部局間調整としてのです、ねあのー、力を発揮いただくために大隅さんに就任いただきましたのでそれ以降のことはもちろん未定になっています今回はあのまずこういった新しくですね土地利活用の統括官とお推進本部というものを設置させていただくというところまでは決定してこれからそこはさまざまな活用とか運用形態は組織にしても中身にしてもあるんだろうと思ってます。 これはあのいつまでそこの本部を置くっていうそのリミットはあるんですか今のところはです、ね、まだあの浜松湖西豊橋道路もールートとかあ、まあ、当然あの環境影響評価をしたりですとかあの事業化して、えー、着工して竣工するまでには時間もかかりますので現時点では、まあ、正直これは中長期のです、ね、土地利活用に関しては。あの 道路だけけではありませんけれども先ほどの,あの中心市街化の土地利用の省エもそうですけれども土地利用は本当にやってみて思いますけれども市街化区域また調整区域の農地転用なんかも10年20年かかる事業ですのでそう簡単にはですねこれは古西市にとっては重要な事業ですのであの旗は下ろせないかなというふうに思ってます。 ちょっと発行から少しずれますどワクチン接種の3回目なんですけど、はい、え各自治体の首長さんが、えー、とこれまでの2回通りでは非常に現場がきついっていう人と、うん、まあきついけど誰かがやらなきゃいけないんでやるしかないっていう,、はい、うんような声がまあ上がってるんですけど、はい、市長はどちら側の方が。あの 感心情的には思ってますかねそうですねやっぱりその、まあ、僕というよりも医療の関係者といいますか今接種を行っていただいているあのお医者さんはもちろんですけれどもあの看護師さん薬剤師さんもそうですけれどもあの職員ももちろんですけれども相当な負担がかかっていますしこの前ちょうどあの小中学生の市内の 小中学生が作ってくれた感謝のメッセージボードを贈呈した時にあのお医者さんとかからはもう本当にきつかったけど少しこれで救われたっていうことをおっしゃっていましたんでそこははかなななりのの負担にっってていいるのは間違いないと思ってます、まあ、それでどうするかっていうことはまだ全体像がちょっと3回目の見えてはいませんけれどもやはりあの免疫を高めたりですとかもう確実にその 日常を取り戻していくっていう意味ではですね必要不可欠かというようなことになっていますのであの今まで通りではないですけれども例えばその接種会場だとか接種の体制はあの縮小せざるを得ませんけれどもあのしっかりと3回目についてはですねあの全体像を見た上で今も準備はしてますけれども行っていかなければいけないというふうに思ってます。こ,こういうふういいふにちょっとあの除外してしてほとか 運用の仕方をこう変えてほしいとかそういうんか県に要望することってありますか県にというか、まあ、国にというかあれですよねまずは早く全体像を示してほしいっていうそのスケジュール感も含めてなかなかそれがじゃあ決まりましたからこれすぐにっていうような今までもそうでしたけれどもあのワクチンの量というか運す数もそうですけれどもそこはもう前から要望しているところですしあの一番気になっているのはファイザーと。あの ワクチン自体がモデルナとやっぱり職域とかで相当分かれてると思いますのでそこが今回交差というか交配というかそれでいいのかとかあと交配したらかなりあのそういうのもあの周知に時間がかかったりとかもしくは交差しないんであればあのファイザーとモデルナ同じ会場でやったりだとかそういうようなリスクも生じてくるのでそこら辺を早く示していただければこっちも体制の組みようもあったりとかそういった。 ご接種のリスクが少なくなるような体制を取りたいと思っていますのでそういったことを早くですねあの医学的なものも含めて示していただきたいというふうに思っております費、まあ、用面ではこの前岸田総理とかもあの国負担ということをおっしゃっていましたのでそこはきっちりとおっしゃっていただけるのかなと思っていますああの記念事業のことで五、はいはい、月三十一日に宣言を行うというのは何か具体的にこの日 をその国際の日としたら、その日に何かをやるっていう具体的な何か行動があるんイベントなり。あのまずは今後の今後のことですけれどもお、毎年ですね、その10月1日に国際日の表彰、まあ10月1月にですね、この前も行った国際日表彰あの。 ののの功労者とといいいいいまますすかかそううっっったた方々への表彰はこれから個歳の日に持っいいううに持ててき思もちろんそれだけではなくって付加するイベントだとかそういったものができたらいいなと思っていますし、まあ、どういったものがここに持ってこれるかですねあのこれまでも大体なんとなくこの時期にやってましたとか夏の時期にやってました秋の時期にやってましたっていうものもありますので。あの 来年はまず宣言という形であの式典をこの日にという案もあったんですけれどもさまざまな日程調整の中で5月14日になりましたからそれは次の年かなと思ってますけれどもそこはまた将来的にですねあの来年再来年に向けて考えていきたいとまずは小さ指標賞は5月31日ということをこれからあの行っていきたいと思ってますあと市長の財政の考え方なんですけども、はいえー、市長があの若い時働いてた財務省のピアの時間が、はい こ、はい、今までは日本財政破綻してしまうということではい、はい、もっとその引き締めなきゃいけないという話が出てきてます、ええ、ありましたね市長はこれに対してどういう考えでどういう姿勢財政を今後考えていくつもりなんですか<あ>積極的なのかそれともやっぱりもうちょっと引き締めていかなきゃなんないのかこのコロナ禍の中でねどんんなな感じなんですかそうですねあの前矢の時間のは置いとくとしてももともとあの 厳しい財政というのは国際支出も覚悟はしてましたけれども余計今コロナであの税収は減るわ先ほどのさまざまなあのワクチン接種は国費負担とはいえ経済対策も含めてあの市の財政支出は増加していますのでより一層引き締めざるを得ないかなとは思っていますしかしながらやっぱり引き締めるだけではですねその経済全体が縮小してしまっては税収そのものが将来的な あの稼ぐ力も落ちてししままいますのでそれか先ほど申し上げたあの土地の利活用だとかあの先ほどの浜名湖西岸の,あの土地区画整理もそうですけれどもそういったあの稼ぐ力をつけるような投資っていうものは続けていかないといけないと思っていますので単純なあのまあこれまでも行っているような住民サービスはできる限り継続していきたいと思ってますけれどもそういった稼ぐ力をつけるような投資というものはですねもちろんあのこれにも なんてううんでしょう限界はあろうかと思いますけれども毎年毎年とかこのスケジュールを持ってこの期間やりますといったようなことはですね続けていきたいと思っています。まあ、この土地の利活用でやっぱりあの前にもここで申し上げましたけれどもものづくりの人材育成とかものづくりの産業ネットワークとこの土地の利活用の推進というのは日本柱で中長期的に続けていかないといけないかなと小杉姿勢としては思っています。 途中でうなことなんですけど、はい、あのまだルートも決まってなくてそのインターチェンジが設置されるかどうかもまだ分からないですよね、はい、でここに書いてあるように検討事項としてインターチェンジ周辺のっていうふうにあるんですけどこれは要はその計画が出てインターチェンジが設置される方向になってきたら考えるっていうことですかそれとももうただか,からこれインターチェンジ設置されることを想定してもう今からあの。 考え始めるっていいいうう認識でいいんでんしょうかあの決まってから考えては遅いと思ってますのでもちろんそこは、まあ、空振りになることはないと思ってますけれども、まあ、決まってないという前提ではありますけれどもあの設置されたという前提というか過程で準備はしておかないといけないとそれでないと土地の利活用なんですぐにデザインは描けませんから、はい、もちろんあの明確な場所っていうのはまだですけれども、まあ、大体ざっくりこの辺にあった場合にはどういったルートでとかどういったあの 開発区域ができるかと、あの商業なり工業なり、宅地なりというものは、あいろんな頭の体操があろうかと思いますのであの、取り付け道路も含めてですね、そこは準備をしておきたいと思ってますあ,あと、この前の,あの発表あった、食住近接のためにあの、開発事業者に都市提供者に奨励金っていうのがあったんですか、はい、これの3つ目ですね。 これ1事業者最大で売却者の地主にこれ原稿を出す時に出つくからねこれ本ン桁間違ってるんじゃないのかみたいな要するにすごく少ないねって言われたんですけど要するに現状としてそんなに土地を手放す人はないっていうのはここの地域の現状なんですがやっぱり今までの通りなかなかまあ地主さんが。 大地主さんが少数というか偏っていてなかなかそこは駅前とかの土地であっても <coughs> 土地を手放すとまあ、賃貸借があったとしてもですね手放すところは少ないというのは実情だと思っていますなのでこれをきっかけにですね少しでもそれが活性化していけばいいなというのありますし、まあ、1600万というのはあの。 10月に始まって半年間の予算ですので年間にした場合にはその倍になるわけですけれども、まあ、すぐにそんな10月に今回始めてじゃあすぐに1,600万できるかっていうとそうではなくってこれは継続的に行って何年か後にはこれだけなりましたっていう形でですねなればいいなと思ってまずはこれはいろんなあの事業者さんとかですねヒアリングを行ってのインセンティブとしての奨励金ですので。 まずはこの金額で始めてきたということ。こどのぐらい問い合わせが来てるんですかそれこれ、あの、まあ各社は、記事に書いてますけども。この事業に対して、やりたいとか、売りた、手放したいっていうのは今来てるんですか?。あのー、なかなか地主さんからっていうものではなくて、今地主さんのところを回ってですね。今度、その、まあ、いわゆる地,地主さん同士の会みたいなのもあるので。そこで、紹介をいただいたりだとか、地主さんがそういう形でお願いをしてまして、デベロッパーさんからは来ています。 何件かとということでですねじゃあ見通しとしてはその2年3年先っていうのはこれ一気に拡大するんですかそれともこれぐらいしか大体出ないものなんですけどここはちょっとなんかあの土地を手放すっていうね最大200万円もらえるんでしたけど自自はそれっていうのはどうなんですかその200万円っていう数が金額が少ないのかそれともここは手放そうという人がない 地域なのか、うん、どっちを販売ってどんな感じなんですか。基本的には、あの、やっぱり、後者の方が、あの、土地を手放そうっていう方が、まあ、あの。駅間に限らずですけれども、まだまだ、その、土地は先祖代々のっていう考えで、おられる方も多いので。あの、なかなか、それは、今までも、そうですけれども、厳しいものはあると思っています。しかし、あの、まあ、これをきっかけにですね。全部ではないにしても、考えるきっかけとして、もしくは、あの、やっぱり、地主さんと。 事業者のデベロッパーの方と両方に対してのインセンティブにしましたのでデベロッパーからも働きかけていただくだとか我々も当然両方に対してあのインセンティブを行って、えーまあ、全部の駅前の土地ではないにしてもですね畑とか山とかが宅地に変わっていくといいなということで、えー、これだったら頑張れるみたいな金額をですね含めてヒアリングで打ち出してきましたので。<laughs> <laughs> あの なんかデベロッパー側の片帽しが、ね、行政が担いでいるような感じもなんか見て取れるんですけどそううででででははなないいんすすかそそれはあの本来はやっぱり市街地区域ですので、まあ、デベロッパーに限らずですけどその自分たちの組合とかでもいいですけどあの本来は畑とか山をです、ね、宅地だとか商業施設にするようなあの用途地域にしているわけですからそれが進んでいないので地主さんとデベロッパーとそういったところへの奨励金も市として。 やっぱり開発行為を奨励する本来は地域ですのでここが埋まらないと本来のところが埋まらないと市街化調整区域まで農地転用も含めてあの開発行為ができないわけですからそういった本来の土地利活用に持っていかなければいけないという形でやらせていただいてますだけど1600万っていって1000万と200万じゃ全部で最大3件のような気がするんですか半年でもし全部うまくいったとしても。 あの、そうそう簡単にですね、やっぱり住むとは思ってないです。はい。すみません。この辺が不便気 <laughs> いやいや。はい。はい、それでは、えー、以上で質疑応答を終了させていただきます。確認が必要な場合につきましては、直接担当部局の方へ、お問い合わせいただきますようお願いいたします。それでは、えー、定例記者会見につきましては、これで終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。